アーザムシャーは、北、インド、ムガル帝国の対立君主。第六代皇帝はハードルシャー一世と対立した。第六代君主、アウラングゼーブの産卵で、母は、ディルラスバーヌーベーグム。巫女時代は、アーザムと呼ばれた。1653年7月8日、アーザムは、ムガル帝国の皇帝アウラングゼーブとその日、ディルラスバーヌーベーグムとの間に生まれた。 アーザムの母ディルラースバーヌーベイグムは、サファビー朝の流れを汲む貴族、シャーナワーズハーンの娘であった。したがって、アーザムは、父方では、ティムールの血を、母方から、サファビー朝の血を受け継いだ巫女であった。アーザムには二人の兄がいたが、彼は、父アウラングゼーブからは、最初から後継者であるかのように育てられた。二人の兄の母は、 ヒンドゥー教徒の領主の娘であったからである。アーザムは、父の期待に応えるかのように、優れた知性と卓越性を持った若者となり、父もまたその高潔な人格に感銘を受けたという。アーザムと、父アウラングゼーブ1669年1月3日、アーザムは、父の兄、ダーラー志向の娘ジャハンゼーブバーヌーベーグムと、結婚した。これは、 アウラングゼーブの後継者としての地位を確立させるものであった。また、アーザムは各地の大衆にも任命され、ベラール、マールは、ベンガルの地を任された。1679年10月6日、アーザムは父アウラングゼーブに呼び戻され、ベンガルの主婦であるダッカを去り、ベンガル大衆はイブラーヒーム・ハーン2世に引き継がれた。1681年8月2日、 アウラングゼーブは、アーザムは、正式に自身の後継者として指名され、皇太子として他の兄弟より上の立場となった。同年、アーザムは、ビジャープル王国の君主、アリー・アーディル・シャー二世の娘と結婚した。1685年10月、アウラングゼーブは、ビジャープル王国を滅ぼすため、アーザムを、シカンダル・アーディル・シャーのいるビジャープルへと向かわせ、 1686年9月にアーザムはビジャープルを落とした。1701年から1706年までアーザムはグジャラート大主にも任命され、グジャラートの主婦であるアフマダーバードに滞在していた。同年にアーザムはグジャラート大主の任を解かれた後、アウラングゼーブがいるアフマドナガルへと移動していた。この時アウラングゼーブは老体となり、すっかり弱っていた。 1707年2月、アーザムは、アウラングゼーブの命により、マールワーへと移動させられた。一方、弟のカームバーフシュもまた、ハイガラーバードへと移動させられていた。アウラングゼーブは、自分の死後に、鎖を解かれた2頭のライオンを一緒にしておくような、危険な行為はできなかった。1707年3月3日、老帝アウラングゼーブは死亡した。死の数日前、アーザムには、 自身の悲痛な気持ちをしたためた手紙を送っている。マールワーニーク素振り見せながらもアフマドナガルの外にいたアーザムは翌日にフルダーバードに埋葬されるアウラングゼーブに哀悼の意を伝えた。そして同月14日、アーザムはアウラングゼーブの正当な後継者として自ら定位を宣言しアーザムシャーをこうするところとなった。一方、 兄のムア・ザムと弟のカーム・バーフシュもまたそれぞれ定位を占し、他の兄弟との対決を鮮明にしていた。同年6月19日、アーザムシャーは、アーグラ近郊ジャージャウにおいて、バハーズルシャーの名を号する、ニー・ムア・ザムとの対決に及んだ。戦闘はツイタッチで決着し、アーザムシャーは、息子のビーダール・バフと、ワラージャーと共に戦闘で敗れて殺害された。 a b c d e f g h i j k l m デリー、八デ8ー七 7abc ロビンソンムガル皇帝歴代史 p246ab ロビンソンムガル皇帝歴代史 p248 ありがとうございます。